なんだいサポーターくん、せっかくのお祭りだっていうのにため息なんかついて。仕方ないだろ、僕だって他の神々からいきなり聞かされたんだから。まあそろそろかなくらいは思ってたけど。神様、リリー。それより、これ。手紙？ギルドに届いてたのかい？はい、イリアからです。オリンピアもそう遠くない未来、かつての美しさを取り戻すでしょう。その際にはぜひ皆さんで連れ立ってお越しください。その時を楽しみにしています、イリア。みんな頑張ってるみたいですね。ああ、あの地は悠久じゃなくなったけど、もっと大事なものが手に入ったのかもね。どうしたの、リリー。ああ、そういえば整備に出してたっけ。わかったよ、ゴブニュによろしく。おう。今は出払っている。もう終わっている。そこだ。何か話せ。土が乗らん。お前の話を聞かせろ。火の子守歌代わりだ。使い手の話を聞けば俺も炉も少しは高ぶるだろう。面白い話を聞かせれば
次の依頼は負けてやるぞ。お前が武器と共に歩んだ奇跡で構わん。だが、そうだな。オリンピアの話は興味がある。神々ならば、あの聖地に何があったのかは知っている。すでに神々の負債が消えたことも察している。お前が見て聞いたものを語ればいい。言葉にしたくないものは伏せればいい。教えの神域、この地が大いなる聖書オリンピア。すごい、すごいです。英雄譚の記述通りでございます。整然と並ぶ建物に自然豊かな美しき大地、まるで英雄譚の世界に飛び込んだみたいです。オリンピアは天の炎を奉する大地です。私たちにとって炎とは最も神聖な存在である、命そのもの。ですが、その炎がどういうわけか汚れ始めた。跋扈する異形や地殻変動、人々を犯す正気、天の炎の汚れを払い、オリンピアの地を、この下界を救ってくださいませ。天の炎の汚れを払う方法は一つ、炎を司る女神の力によって消し去るしかない。神よ、浅ましき我々をお救いください。このオリンピア、この下界を。さあ、これからどうする、オリオン。アルテミス様。そうだよ、アルテミスだ。私はあなたにとって月の女神で、あなたは私にとってたった一人のオリオン。もしあなたが今生きていたとしたら、あなたに恋をすることはできたのだろうか。
遥か昔、神の一柱が天界より大いなる炎を盗んだ。それは神の業にして天の罪、贖うことができるのもまた神のみ。生贄の巫女はここにあらず、認めず許さず、ならばこの身を巻きに。我が名はウェスタ、悠久の聖火。炎を捧げ、すべてを焼き払う、祭壇の神。その時は近い。故に。来るな。何人も、いかなる神も、私が役目を全うするその時まで、このアエデス・ウェスタには、英雄は必要ない。